だよ、そこへおへそ置いて。ポン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 、はい戻って、ポンポンポン。お尻上げて、肘伸ばして、でお尻ゆすれますか。で顎10センチ前出せますか。10センチもっと前、もっと顎、上じゃないよ、前で。そう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 、そこ、そうするともうこれでどんどんスピード出てっちゃう。何のそんな感じね、波に乗ってたらこれでいけるの。ああいけそうでしょ。そしたら後ろ足の膝を星のマーク持ってきてください。星のレギュラーでしたっけ、グーフィーでしたっけ。レギュラーだったら右足です。あ、いや逆、右足、後ろ足で、後ろ足でバランス取ってみてください。後ろ足でバランス、うん、ってことはもっと頭前だよ、もっと前だよ、もっと前だよ、あと10センチ前、もっともっともっと前行くって。そこ、うん、で手離してごらん、大丈夫じゃない、ほら、そこですよ、バランスいいとこって。で、軽く手を支える、今のところへ手を今のところへのところ、うん、で、もう少し前出れない、そう、そう、そこ、それで一旦猫背になって、その左足をその書いてある5番のところに持ってきてください。5番、え、5番、そこに足が書いてあるでしょ、ここ、そこに、そうそうそう、うん、そう、それで前足全部体重かけちゃって、頭前今度は出ない、真上、頭真上、頭が真上、それでそのまま起きちゃってください。ほら、なんだ、起きれてない、起きれた、力入ってた、入ってない、今までのテイクオフのやり方とは全く違うけど楽、全く違う。じゃあ戻りましょう、戻り、膝をつきます、後ろ足の膝をその星マークのところへ、で今度は右膝にバランス変えちゃって、で手を手で支えていいですから、左足を戻してください。さすが体操やってるからこういうバランスすごいね、うん、で右足戻してでおへそをついて、そしたら肘を曲げますっていうのが一つの体操。